皆さんおはようございます。朝なのに照明、ですね、今日トップバッターを務めさせていただきます照明デザイナーのとつねと申します。ですね、照明デザイナーはもちろん人工照明を使って光を作る仕事ですので、実は大変夜が強く朝が苦手な生き物なんです。でですね、今日最初トップバッターを務めるということでですね、恐怖ののきまして、私都内に住んでるんですけども、実は朝寝坊するのは本当にありえるんではないかと思って近くに泊まりました。しかしそれにしても朝だというのにこの雰囲気、とっても朝の雰囲気がしません。ちょっと照明を、LED、 そうです、皆さんちょっとなんとなく話しやすくなりました。そうです、皆さんよくご存知だと思う LED の今日、LED の話を今日はしたいと思います。LED はですね、私たち照明デザイナーの世界で、革新をもたらしました。それはもちろん省エネルギーや、新しいデバイス、そういうハードウェアの意味もあるんですけども、もっと大きな話、光の見せ方、感じ方が変わる、そういう革命をもたらしたのがこの LED だと思います。さて、じゃあすいませんが、スライドをお願いいたします。はい、1枚目、皆さんご存知のですね、東京スカイツリーです。今日はこう LED のお話をしたいと思ってはいますが、なんといってもこの東京スカイツリーがすべて LED で照らされたという事実、皆さんご存知でしょうか。実はこのスカイツリーは2005年にプロジェクトとしてスタートしたんですね。当時はまだ LED は全く使えるような明るさ、美しさではなかったんですけども、私たちプロジェクトチームはですね、2012年には LED の時代になると踏んで、一からLED を作って、この光を作り上げたのです。当然、私たち、誰もがこの LED で作るってことについては初心者だったんですね。で、私たちももちろん器具的にも初心者、みんな作る方も初心者、また扱う私たちも初心者です。最初は従来光源の、と同じ置き換えを考えていたんですけども、実はやればやるほど LED の新しい世界っていうのが見えてきて、僕たちはこのスカイツリーでできる限り LED の新しい表現を生み込む、そういう努力をしてきました。で、今日はこの場ではですね、こうしたスカイツリーを通じて LED を、初めて使う人間が新しく発見した、そうした光のトピックスをいくつかご紹介したいと思います。こちらのスカイツリー、真ん中、これは息というモードですね。スカイツリーには息と雅という2つのモードがありまして、毎日日帰りで登場します。この中のですね、真ん中の水色、実はこの色はですね、単なる青ではございません。写真で撮るとちょっと青くなってしまうんですが、実際見ていただくとですね、どうでしょう、この会場のような少し緑の入った透明感のある水色なんです。で、もう一つの雅の方は江戸紫という紫色を使っています。実はこの2色、2つとも私は和の色を表現しようとして作った色です。はい、次お願いします。さて、こちらは皆さん見た回は見たことあると思うんですけども、有名な、葛飾北斎の富嶽三十六景赤富士の錦絵です。私はですね、昔からもともとこういった錦絵と好きだったんですけども、中でもこの赤富士に示されるような微妙な赤、それから微妙な外の青、なんか赤と青というだけではとても表現しきれない2つの、美しい対比というのが、私はこの絵からすごく、この絵をすごく気に入っていたんですね。で、ただよく考えてみると、光ってそこまで繊細な色合い、そういったものを求めていたでしょうか。もちろん舞台の方はですね、ゼラチンフィルムを使って、そういった色を使ってきたと思うんですが、都市ではなかなか技術的な制約からこういった色を使うという発想は出てこなかったんですね。で、私は、今回今日お話しする一つ目の話、光の色なんですけども、とにかく LED がもたらしたことの一つっていうのが、
この繊細な光の色を表現することが現実に都市でできるようになったということなんです。さて、ちょっと言葉だけでは分かりにくいので、いくつか皆さんもですね、そういった新しい色っていうのを体験してみたいといただきたいと思います。すみません、一つの目の色をお願いします。はい、例えばこの色、皆さん何色って言いますかね。これ今日はもちろん既存の光源を使って擬似的に作ってます。これは何色っていうのは皆さん決めていいんですけども、まあ例えて言えば若草色、なんかそういうとピンときますよね。でも黄色とか緑とか言っちゃうとちょっと違う。実はこういった美しい色っていうのはたくさんあるはずなんです。じゃあもう2つ目お願いいたします。はい、どうでしょう。これはですね、紫にも近いというか、紫とも言ったらなんか伝わらないなって感じしますよね。で、まあこのイメージは藤色をちょっとイメージして作ってみました。まあ、このようにですね、実は光の色にもこういった和の伝統色と同じように非常にたくさんの繊細な色合いっていうのがあるんです。で、僕は東京スカイツリーぜひ自分の目でもう一回じっくり見ていただきたいんですけども、こういった繊細な中間色、そういったものが作れるようになったと申し上げましたが、今まではですね、なかなか光源の制約があったんです。ただ LED っていうのは実はこの色を作ってって言って作ってもらえるんです。それが新しい。特に江戸紫の雅色 100m、照らしていますけども、あれはそのものを指定して作りました。ただどうやって作るか、それは非常に難しい問題があるんです。実はですね、どうやって作るかっていうのは実は人間の勘なんです。なかなか色見本表みたいにこの色って言えないんですね。どうやって作ったかというと、実はメーカーさんに呼ばれて、なんかこういった観葉箱があったんです。頭突っ込めって言われてですね、頭突っ込んで何だろうと思ったら、目の前にどんどんいろんな光の色が現れました。ストップって言ってくれはっと思ってストップと押したんですね。あ、まだまだまだ続けてくださいって、またいい色できたらストップって言ってください。よくわからないんですけど、目の前にいっぱい紫が出てきて、こだって通した。そしたら何回かやった後に、とつねさん、そのいつも同じ色をしてましたと、そう言って決めました。で、実験室でやると実は問題があるんです。人間の目は順応してしまうんで、頑張れば頑張るほど目の前の環境が白く見えちゃうんですね。そのためについつい濃くしてしまうんです。そんな話があります。ですので色決めっていうのは実はまたすごく難しいんですけども、とにかく今日知っていただきたいのは、まだまだ光の色には可能性があるぞという部分です。それから小さい小ネタなんですけども、こういった繊細な色ですね、大気を通すと少し様子が変わります。ですからスカイツリーもですね、近くで見ると白っぽいんですが、離れていくとだんだん赤みを帯びてくるんですですね。またぜひ、今日今冬ですから、住んでますからよく見えます。ぜひ感じてください。それでは次の話に移りたいと思います。次は動くという話です。日本風に言えば移ろいの話、移ろいです。LED はですね、今までで言うと白熱灯のように明るさを自由にコントロールできます。しかもそれが非常に簡単にできるんですね。ですから我々はスカイツリー、完成度を上げるためにも、もちろんボリュームのつまみのように明るさをコントロールして完成度を上げてもいます。ただですね、もう一つ時間軸、移ろい、そういった軸を入れていく、そういったことが非常に有効ではないかというのを感じたんです。で、東京スカイツリーは展望台にですね、くるくると回る時計光と呼んでいる光があります。実はこれは現在、それから過去、未来、そうした先人から未来の後輩へと受け継ぐ永遠性を示しているんですけども、最初は1秒に1周ということで4年間やってきたんです。ただ実際これはやっぱり実験しなくてはいけないということで、いくつかの速さを実験したんですね。じゃあその時の映像がありますのでご覧ください。はい、これちょっとすいません、テストなんでブレてるんですけど、これ実は1秒に1周なんです。どうでしょう、正直目が回りませんか。これですね、1秒に1周っていうのはよく聞きます。1秒に1回なんでいいリズムかなと仮定はしていたんですけども、実際やってみると目が回る。
これは 1.5 秒に1周です。あ、ちょっと落ち着いてきたかなとは思いますよね。でも僕はちょっと見てるとですね、まだなんかムズムズするような、そわそわするような、なんかちょっと早いなと。それでこれが最終的に決まった約2秒で1周の光です。はい、ということで、実は僕はこのスカイツリーで学んだのは、動くっていうこと、それにはとても適切な速さがあります。で、1秒に1周だからいいとか、そういう理屈じゃないんですね。このスケールだったから2秒に1周ではなかったのかと僕は思います。そういう意味でですね、僕はこれからの時代、とにかく移ろい、光の変化、そういったものが起こす、そういったファクターがですね、とても重要なんではないかなと思っております。皆さん、お気づきだったかどうかわからないんですが、実は上の光ちょっとだけ揺らがしていたんです。わかるかな。最初は固定だったんです。気づきました。あ、気づいた人もいました。実はですね、僕はこれからチャレンジすべきはこういった自然な移ろいなんです。もしかしたらまだまだやらなきゃいけないんですが、将来動かない光はありえない、実はわからないぐらい微妙に動かした方がなんか気持ちいい、そういった光が生まれてくるのではないかと考えています。さて、もう一つ光の動く話なんですが、視点を変えてみたいと思います。はい、今ちょっとだけどよめきましたね。これものすごく無理やり作ってもらったワオです。僕たちデザイナーはですね、よくプレゼンテーションのする場でクライアントにいかにワオを説明するかということを、常々言われるんですね。それで何て言いますか、僕たちはそれに苦しむ、毎回この出会いの一瞬、それで何を伝えるかということにものすごいエネルギーを注いでいくし、その瞬間に伝えられる感動っていうのはとても大事なことは言うまでもないんです。ただですね、僕はやっていくうちに、果たしてこのワオっていうのだけが全てなのかということで疑問を抱くようになりました。とにかく時間軸を使った提案、そういったものですね、先ほどの時計子もそうです。一瞬だけじゃないんです。とにかく時間をかけて感じる光、それはもしかしたら例えば波の音、一回聞いただけじゃわからない、何回か聞いていくうちにいいなと思います。それから朝焼け、夕焼け、ちょっとずつ太陽が移動していくことによって空の色が変わったりする、そういった時間軸、ホタルの光もそうかもしれません。なんか全体がゆらゆら光っているから綺麗ですね。で、僕はそうした自然信仰の強いアジアならではの感性かもしれませんが、そういった時間軸の光っていうのがこの LED によって可能性が示されているのではないかと思っております。さて、一つご紹介したいと思います。はい、こちら台湾タワー、台湾のですね、台中市に今計画されているタワーです。これタワーです。タワーのコンペで建築が勝ったコンペ、タワーなんです。で、実は言うとですね、これ、すごく細い構造体で地面が持ち上がったような形をしています。上が展望台になってるんですね。これだけでもすごいんですが、私はこれをタワーと呼ぶんであれば、これは新しい表現をしていきたい。で、私はこの建物をスクリーンに見立てました。で、ここに表現しているのは実は台湾の天気なんです。で、台湾っていうのは非常に湿気の多い町で、雨も多いんですね。で、やはりそんなにクリアではない。で、そういった、ただ台湾にとって馴染みのある現象っていうのを光で投影しています。実はこの光、時々雨が降ったり雲が動いたり霧がかったり晴れたり日が差したり、そういった光がずっと止まらず映し出されます。つまり止まってる時間がないんですね。まだまだ計画中でこれからスタートしたばかりなんですが、このようにですね、実は我々の LED を使った照明の世界もですね、もしかしたら私はこのデザインですよって示すようなものではなくて、受け手の方が、あ、俺ここが好き、ここがいい、
そういうのを発見していただく、 見ながら感じていただくデザインになっていくのではないかと私は考えております。それでは最後に地球の話をしたいと思います。我々照明デザイナーは人間の知恵を絞ってですね、できる限り人工照明を使ってできる限りの感動を皆さんに届けることを仕事としています。ただやはり自然はとても偉大なんですね。自然光がもたらす木漏れ日効果とかたくさんの現象というのは我々に大きな驚きを与えます。なかなか勝てないんです。ただ勝てないけれども、実は自然現象と一緒に共演した方がとても大きな感動を生む、そういうことに実はこのスカイツリーをやることによって気づかされました。次の映像をご覧ください。上の方注目してください。今ちぎれ雲がやってきます。はい、これはドライアイス炊いてんじゃないんですね。実は言うと流れてきた雲がですね、この塔にかかることによって空中に飛んでいた光が可視化されたんです。どうでしょう、実はこれ偶然の出会いではあったんですけども、私はスカイツリー自分で作っておきながら言うのもなんですけど、この瞬間一番素敵だと思いました。例えば下の方ちょっとハープのようにこう光が、線状の光が輝くのが分かりますかね。ちょっと繰り返し再生していただくのでよく見てください。スカイツリーはですね、光が省エネ、もちろんそうした最近のエネルギー事情に対応する光ということで、光をできるだけ絞って当てるところだけ当てる光を作り込んできたんです。そうするとすごく細い光が必要になるんですね。それをこう重ねることによって灯体を照らしているんです。ただ実はこれその結果だったんです。全然意図してなかった。こういったテクノロジーが生んだ細いビームだからこそ、こういった雲をかかることによって感動を生む光ができたんです。さて最後の1枚お願いいたします。はい、こちら、東京スカイツリーなんですけども、一番上の光は実は月の光ではないんですね。これはライトアップ、タワーを照らす光がほんのり漏れてしまったんです。これ運がいいと見れるんですけども、これこそまさしくテクノロジーと地球の美しい、本当にコラボレーションだと僕は思っています。これ真下から見るとですね、実はドーナツ状の形をしています。僕たちは天使のリングって呼んでたりしたんですけども、ぜひですねチャンスがあればぜひ見てほしい。本当に感動いたします。とにかく僕は実は照明 LED が出るまではやり尽くされた感がありました。ただ LED が出ることによってまだまだたくさんの可能性が残されていることを感じたわけですね。やはり我々人間がチャレンジしていくべき領域がたくさんあること、これこそ本当に幸せなことではないかと僕は考えております。どうもありがとうございました。